同人生活ですということで、今回もね、ガタガチャレンジの方やっていきたいと思います。そして今回はこちら、黄色いね、黄色いけど、お、これは見たことあるロゴだぞって、あ、見えないね。見たことあるロゴかどうかすらも判別つかないですけど、はい、なんと例のあのシリーズです。私のこの動画では結構ね、おなじみっていうか、結構好きな人多いんじゃないかな。わー、わーって言ったけど、何がわーなのかわかんないけど、まあね、結構個人的な感覚で言ってますけど、結構ね、人気シリーズではないかなと勝手に思ってますけど、人気なのかどうか皆さん良ければコメントをください。ということで今回はこちら、恒例のザ・ガンです。で、今回は24の超リアルリボルバー 2.0 編ということで、何が 2.0 なのか、バージョン 2.0 ってことなんだろうけど、どこら辺が 2.0 なのかちょっとよくわかんないですけど、ということでね、なぜかリボルバー以外のラインナップもね、あのきちっと揃えられてると。ハンドガンで、まあリボルバー3種類だから、どちらかっていうとこのハンドガンがね、出ちゃう可能性の方が高いね。あ、ちゃんとこれあれなんだ、弾倉を込められるのね、やっぱり。ということで、あ、なんかでもちょっとレベルアップしてるっぽい感じがするな。まあいいや、よし。じゃあね、せっかくだからやっぱりこのリボルバーのどれかが欲しいかなとは思いますが、出ますかね。よし、見ていこう。ん、あ、リボルバーだ、やったね。あ、そうだ、ラインナップを忘れてた。うっかり。KNO1-22、 HT04 かの06、 SK12-21、 ET199-1229、 YY の1004、 KS の0326、 NK の0907。 ここら辺はまあ結構適当なんだね、ネーミングは。なんか面影がない。面影がないけど、はい。じゃあちょっとリボルバーがやっぱ当たってくれたから、ちょっとテンション上がるな。ガトリングの時はね、ガトリング出なかったからね、まさかっていう話ですけど、まさかまさかでガトリングが出ないっていう。よいしょ。そう、ハンドガンがね、出た記憶があったから。もうなんだ、なんかすごい細かいのがいっぱい入ってるな。なんでしょ、出そう出そう。ということで、ちょっと下に向けて、はい、多分これが弾か、何なんだろうこれ。あ、でも穴開いてるから、これが薬莢かな。まあいいや、よしよしよし。で、ちょっとここにね、書いてあるんですけど、あ、薬莢に弾を入れてって書いてあるね。でもまあどうせ飛ばないだろうことは分かってるから、どうしようかな。まあでもやるだけやるか。あ、でも組み立て結構簡単だな。もうこのリボルバー機構のところはできちゃってるから、あとはこのね、グリップをつけるじゃん。ちゃんとなんかメタリックなのがついてる、塗装だと思うけど、なんか結構凝ってるな。いやらしいぞ、なんか今回。エッチーぞこれ。はい、ということで、でこうか。でバレルをこう取り付けると、よいしょ。うん、そうだね、こんな感じ。謎のスコープがついてるんですが、これは、あ、これ上に乗せられるみたいだね。こっちか。乗せられねえぞ。乗せられた。よし。まあ個人的にリボルバーにはあんまりなんか装飾をつけたくないっていうのがね、
個人的な意見としてはありますが、多分これこうして、出ないな。どうやったら出せるんだこれは。本体横のつまみを前方へ。あ、そういうことね。これをこうしてからこうして外れるみたい。おお、すごい。じゃあ一発だけちょっと打ってみようか。よし。じゃあこれがね、弾薬なんで、これをこの、おっとっと、薬莢に、結構細長い薬莢ですけど、薬莢の向きがちょっと分かりづらいけど、これ出っ張りがあるのね。出っ張りがあって、でこの割れてるところを先頭にこう入れるみたいです。はい。でもってリボルバーに装填。よいしょ。多分こうかな。これ、つまみは、はい、これでいいはず。じゃあちょっと打ってみようか。手にね、多分当たると思うんですよ、出てきたら。いきまーす。安定の飛ばなさだね。安定の飛ばなさっていうか、もう出る気配すらないね、これ。全然出ない。まあね、恒例ですから。恒例ですから。出ないね。何回か当たってるはずだけど、少しずつずれて出るんじゃないかっていう、ちょっと、あれもあったけど、全く出ないね。よし、じゃあちょっとかっこいい廃墟だけしようか。で、これを前に引きながら、これか。これを引きながらこうやってポロッと。かっこいいね。やっぱディティールはいいんだけどね、ちょっとなんかやっぱり発射はできないかなっていう感じですけど、リボルバーが好きな人は買ってみてもいいと思います。はい。ということで、今回はこちら、ザ・ガンから、どれだ？これだな。HTO-0-06。こちらが当たりましたという動画でした。それでは皆さん、バイバイ。